ことがあるんだ。ずっと強がってた。本当の僕はもっと臆病で、思ってたよりも弱くて、でも何かをしてあげたくて、必死に叫んでいた歌声はどれだけ届いていましたか。何も見えない暗闇の中で探し、そこにあった君とのつながり、僕を照らした日々。
望の明かり、また続いていく夢物語、旅は始まったばかり。もしも離れ離れの時が来て、もしも未来が不安に染まっても、君と手を取り積み重ねてきた一つの キャプテンに選ばれ、みんなを引っ張っていけることがあまりできなかったけど、このチームで野球ができたことを幸せに思っています。5年生以下みんなのチームワークを大事にして、一試合一試合を一生懸命頑張ってください。答えはきっとどんな誰でも自分で。まずはじめに今まで指導してくださった監督、コーチ、代表、ありがとうございました。そして1年生の時から野球をやらせてくれたお父さん、お母さん、ありがとう。最初は辞めたいと思う時もあったけど、
今では野球が大好きです。今まで習ったことを中学校に行っても活かせられるように頑張ります。監督、コーチ、代表が教えてくれた僕にとって一番大切なことは感情のコントロールです。喜怒哀楽の大切さを心の引き出しに入れて中学、高校でも野球を頑張ります。そしてオーシャンのみんな、今まで本当にありがとう。このチームで一番心に残っていることはマクドの県大会に出場できたことです。苦しい時もあったけど仲間がいたから乗り越えることができ、楽しい野球生活を送ることができました。支えてくれたお父さんお母さんありがとうございました。マクドナルドの県大会で負けて悔しかったけど、このメンバーでやれたこと忘れません。僕は野球が大好きです。お父さんお母さん、野球をやらせてくれてありがとう。甲子園に行けるように頑張ります。忘れないでいて、僕も同じだって一人ではないよ。お世話になった監督、コーチ、先輩方、教えてくださってありがとうございました。悔しい時もあれば楽しいこともたくさんありました。本当にありがとうございました。監督